ベルトドライブの自転車ベルトドライブとは、クランク軸から後輪の間の駆動に従来のチェーンに代わってベルトを使用する機構。自転車では発ケベルトを使用する。人力の足踏みを動力とする自転車では、トルクの変動が大きくベルトの伸びによる歯飛びが起きる。ため、ベルトの張力を動的に自動調整する機構が必要である。日本では1980年代中頃に、 各社から相次いで発売されたが背景には各社がこの機構を完成させたということがあるこのメカニズムにより強く踏み込んだ瞬間の足への衝撃が緩和されるメーカー各社が歌うベルトの踏み心地はこのことを指しているとされる膝や足に優しいと感じる面もあればスポーツ走行の観点からはややダイレクト感に欠けると感じる面もある 自動車やモーターサイクル用途に使われている、ハつケベルトを採用しており、ベルト内部では、鉄よりも強度がある、アラミド繊維やガラス繊維などで補強されているため、人力の自転車にかかるトルク程度では破断する恐れは、ほとんどない。変速機を組み合わせる場合に、必然的に採用される内装変速機は、通常3段変速程度であり、スポーツ的な走行には向かないため、 スポーツ車でのベルトドライブの採用は従来ほとんどなかった。2010年前後のシングルスピード車のブームとインター8のような多段内装変速機の発達によりスポーツ車に近い設計をされたモデルも近年いくつかある。メンテナンスフリーなどの特性を売りとして日本では高価格帯のシティサイクル中心に採用されている。ありがとうございます。